じゃあカズプロ、こっから最後の3ホール2本でいきます。はい、じゃあいきます。おー、いいとこ出るね。8番やん。そしてそして8番や来たならもうドライバーでいい。ドライバー来い。ドライバーを一回も見せないっていうパターンか。おー、6と8。6と8。おー、いいっすね。いいっすか。なんかいいのか分かんないよ。分かんないけど参考になるんじゃないか。はい、思います。頑張るぞ。いや、16番ホールパー4、312ヤード。これ6番やったやつ。6番いいっすね。もうマネジメント考えたら、うん、150ぐらいの打った方がセカンド打ちやすいですけど、はい、まあ6と8あるんで、はい、6である程度ガーンとガーンと飛ばして、はい、セカンド打って考えてます。はい、右サイド、右サイド。よっしゃ、逆に、ほら。いきます。はい。近いよ。ドライバーで。右だ。どうだろう。で見て。うん。140ぐらい。140ぐらい。アゲンスト150なんで、はい。8でそんなに下げなくてもいいかなって感じ。はい。ちょうどいいのって、逆に。8のスリークを下げる。手前、はい。ダイソン。さあ、こっちゃん、2打目。ちょうど前が抜けてる。そうですね、でも上げてますね。上げてる、結構上げてる。9番で。9で。おお、ラインは出てるぞ。うわ、ちょっと手前。あ、でもナイスじゃないですか。もうやらなきゃいけないことがなんか4つぐらいあるじゃん、スイング中に。今4つ5つぐらいあるかな、はい、だからまあ難しいですよね、2つまでなんで。まず肩、うん、肩指導だから。レッスンでこっちはやっぱ情報を与えなきゃいけないから、はい、与えて、その状況状況に応じて、じゃあこの状況だったら何が一番ダメなのかな、じゃあそれを出さないために注意することってなんだろうかなって選択してほしいんですよ、はい、全部やろうとしても無理だから、はい、まあ、1個ずつ積み上げてってほしいなと思いますね。はい、はい。52度。52度。うまい。いや、いけいけいけ。いや、もうちょっとキャリーしたかった。そうだね、はい、戻ってきちゃって。まあでも止まった。次のパットにかけるしかないですね。そうですね、はい。10メートルちょっとかな。はい、バーディーパット。はい、めっちゃフックするじゃん。ちょっとこのパットがないんで。さあ、こーちゃん、ババッとダンスしたから、もうちょっとアプローチしたかったね、確かにね。7メーターで。おお、ナイス。ナイスパット。いいパット。でもさ、そろそろパートってくんね。これなんだ俺。ボギー。頑張っていきます。
はい。ナイスイン。ナイスパー。ありがとうございます。やばい。また1。いや、ナイスシュー。アゲインスト。ちょっと巻きましたね。ああ見えない。落ちどころが。左側ですね。山の奥です。安全な方、安全な方へ。安全な方。ちょっとテンプラ気味だけど、OK。あ、出てきた、出てきた。出てきた、出てきた。やべ、やべ。青食いの先。はい。乗りましたね、ナイス。さあ、風プロパーオンしてます。はい、追い込まれた、追い込まれた。6番アイアンで。こう。6番アイアン。はい。あ、6番に入れてるグリップ同じ色だ。いや、お下がり。あ、そうか、俺の方が6は緑って決めてるんですよね、俺は。皆さん真似してください。6は緑を入れるんですよ。はい。なんでか知ってる？緑。緑、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 緑。はい、すいません。あーでもうまく打ったけどね。あーいい距離も出てるし、嫌いじゃない今の打ち方。今の打ち方めっちゃ嫌いじゃない俺だよ。今の俺のスイングだった。本当ですか。うん、今の打ち方めっちゃいい。バケハ似合わねえってか、バケハのさ後ろがさテイクバックした時にさこいつでガッて落とす。ああ、ある。だって後ろは下げすぎじゃないですか。え、もっと前ここか。見てか、ピクニック、ピクニックみたいな。首が後ろ上げたいんですよ。後ろ曲げよう、後ろ曲げようみたいな。大丈夫、変な人になってない。後ろ曲げよう。こんな感じです、はい、見えない。いや俺も見えない今。全部上げちゃえばいいんだよ。いや、バケは似合わないですね。あ、似合わないです。似合わないね。はい、それがだからこれ下げて一試合目こういう感じか感じか、前髪出すかっすね。はい、これ皆さんの目から開けとろ。さあ、コウ君も3打目。これは分かりません。おスライス、スライス。ただこうマウンド、そうマウンドありますね。ただ難しいのがマウンドのとこだけ上りで、あと全部下りっていうね。はい、距離感非常に出しにくい。はい、それ左行っちゃう。マウンドよ、左だもん。そこはそんなに釣れない。はい、頑張ってください。パーパット。カモン、ちょっと強いか。ナイス、オッケー。ありがとうございます。ナイボー。バーディーパット。しゃ。うおー、最後 OK です、ナイスパー。今途中まではもう入ってました。母さん、うん、どうした。ちょっとあまりにも、うん、差が離れてるんで、そうだね、提案があります。そうだね、これ最後ですよね。
最初対決9番、はい、まあ3本から2本に減らして、ほうほうほう、切りよく最後1本で、ま、1本で、ま、それでしかも、はい、分かったよ、じゃあいいよ、いいし、しかもこのホール勝った方が勝ちにしてあげる。マジですか？マジで絶対勝ちますよ。うん、はい、だ罰ゲーム考えよう。はい、じゃあやろう、ルーレット。しゃあいくよ、1本で。じゃあさっきまで使ったのも6と8も抜いてるから、はい、ドライバー7番やピッチング46度60度、はい、どれでいくか。うわ、ドライバー、ドライバーいいよ、いいよ、これいいよ、いいよ、ドライバーでいくわ一番いいの出たマジかよ、一番いいの出た、マジか、これは俺超楽しみです。逆にしかも、はい、この柿の木の18番って、はい、ドライバーあんま使わないわかりましたよ、はい、ドライバーでいきましょう。シャー、お願いします。頑張るぞ。18番ホールパー4 3 4 9ですね。そしてドライバー1本、全然練習してないドライバーこれそうですね、池ありますね、はい、あの緑のランプの上ぐらい、はい、行きたいな、前にセカンドのこと考えると、これどうですか。むしろめっちゃいいと思う。もうナイス、これはいい感じ。うん、この先ショートカットめっちゃいいよ、飛びいいとこ、ナイス、ありがとうございます。なになに、あると思います。エロ資源、エロ資源、エロ資源あると思います。あると思います。西川さん、ホブラ、ホブラなんね、僕で紹介動画してますけど、僕の YouTube さかのぼっていただければ、発表会に行った時のね、あの下動画が出てますので、はい、気になる方はそちら見ていただいて、まあミスいったら強いかなって感じですね、はい、まあ1ラウンドぐらいしたかな。でまあとにかく低スピン、うん、本当にスピン量が増えないというか、だから今かなりヒール当たってるんですけど、はい、スピン量が増えないから距離も落ちないのかなっていう感じですね、はい、なんで今俺のクラブ壊そうとしたの。はい、根元しました。根元今ちぎろうとしたの。してないです。やろうとしてんな。セカンドで折れたら物議かもすぞまさかもうこれしか使わないそうそうそうさあこうちゃん、はい、セカンド、いいとこっすね。何ヤード。ちょっとボールが、何ヤードですか。101ヤード、50度、50度セカンド2打目です。うん、ナイス。ちょっと弱いかな。5。うわー、でもうまいぞ、これは。いい感じ。え？バーディーチャンス。バーディーチャンス。待って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 。なんで？このホール、このホールでだけ照準絞ってきた。何ヤードだって見たけど、分かんねえよ。そっか、ドライバー、ドライバー57ヤード。ちょっと待って、シャイニングロード見るか。シャイニングロード知ってる？ダンスのと知ってる？皆さん知らない方多いですかね。ライジングインパクト漫画見てください。ゴルフ、ゴルフ、シャイニングロード、見えました。ホールのセカンドラインが見えるんですよ。いきます。うまくねえか。うまっ。うまくねえか。うまっ。さあバーディーパット、シャイニングロード見えてません。これは偽だ。
これは偽のシャイニングロード散歩です。俺これは入れたい。俺ドライバー一本だけでバーディー取ったって言いたいもん。ちょっと待ってください、今散歩って言いました、うん、絶対嘘でしょ。もう一回1 俺これで1やぞ。あ、そうかそうか、ちょっと、あ、足が、ごめんなさい、すいません。あれ、何、なんだよ、すいません、足がなんだよ、なんだよ、なんだよ。うわー、オッケー、よし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 、はい、頼まれた。はい、バーディーパット入れたら勝ち。弱っ弱っ。いや、そのパーパットノーケーだよ、ノーケー。そんなパットされたらね。うわ、ほら、ナイスボギー。そういうもんよ、ゴルフって。うわ、バーディーパットのこと考えてパーパット、これ皆さんあるからね、舐めちゃうんですよ。その前のことを考えてパットしたら外すんですよ、あの距離って。これがゴルフの教訓ですからね。はい、前半パーなし。49。ということで前半の9ホール終わりました。はい、まあ、カズプロが、あの、ルーレットで決まった本数の番手でやるという勝負。もう圧倒、圧倒でしたね。圧倒です。そうでした、うん、ということでまた後半、はい、セガさん後半も、あ、髪がちょっと待ってください。後半もいいよいいよ、後半も対決続きます。はい、対決が続くのか、ちょっともう大差つきすぎたから、はい、後半ちょっと変えようと思うんで、はい、あの、また次楽しみにしてください、はい、ということでまたね、何か面白い企画今考えてます。はい、こうちゃん、はい、練習して、これからね。練習します。9だった。はい、ということでバイバーイ。バイバーイ。